こんにちは、ブログの川村宇田です。今日は、商品説明はするな、ストーリーを語ろうというテーマでお話ししたいと思うんですけども、その前にですね、ちょっと私の過去の嫌な経験をですねお聞きください。私が20歳ぐらいの時にですね、実は夜の仕事、夜の世界で働いてたことがありまして、どういった仕事かっていうと、その女性が働いてるお店でお客さんにお酒を出すっていう、ボーイですよね、ボーイのアルバイトをしてたんですけども、ある日朝方の3時4時ぐらいに仕事が終わって、そのまま一人でバーに飲みに行ったんですよ。でバーで一人でカウンターで飲んでたら、ものすごい美人が近づいてきてですね、もう一杯どうですかってワインくれたんですよ。もうその当時私20歳ですから、ウハウハですよね。もう断る理由もないですし、あ、もうすいません、ありがとうございますって飲んだんですけど、私の記憶そこで終わってるんですよ。で次に気づいた時っていうのは、どっかのですねビジネスホテルっぽいところのお風呂のですね浴槽の中に、氷水と一緒に使ってたんですよ。お湯じゃなくて氷水で、頭もぼーっとするし意味わからんと思って、その部屋こうやってキョロキョロしてたら、壁にですね、動くな、もう救急車呼べって書かれてて、その下に携帯電話があったんで、もう訳分からんけどとりあえず従うしかないわと思って119で電話したんですけど、でこういうことでなぜか風呂場で氷水に浸かってるんですけどって電話したら、その救急隊員の人が、またですかって、なぜか私の状況を思いっきり鮮明に把握しててですね、いいですか、まず背中に手を当ててみてくださいって言われて、と思って、何と思ったら、その点滴によく使うような管ありますよね、病院のゴムみたいな、あれが背中から出てたんですよ。何ですかこれって言ったら、落ち着いてください、落ち着いて聞いてください、あなたは肝臓一つ取られたんです、今この辺で肝臓狩りのその組織による被害が非常に多いんです、もう今すぐ行きますから絶対動かないでくださいねって。ってことで、私20歳の頃にですね、肝臓1個取られちゃったんですよ。というのはですね、全くの嘘です、真っ赤な嘘です。一つだけ真実があるとすれば、私は夜の世界で少しだけアルバイトしたことはありますが、それ以外全て嘘です。美人もいませんでした。でちょっとすいません、もう一つだけ話を聞いていただきたいんですが、いいですか。包括的なコミュニティ構築は必然的に既存の観光を生かしてモデル化できる投資収益率の原理に役立つ。今私2つの話をしました。1つ目は肝臓を取られた話、2つ目は今スマホを見ながら話した話。時間にして最初の話っていうのはおそらく1分2分、でも2つ目の話10秒もかかってません。でもあなたどっちを覚えてますか。おそらく最初に話した肝臓を取られた話っていうのを鮮明に覚えてるはずです。私が20歳の時、夜の世界で働いてて、仕事終わって一人でバーに飲みに行ったら美人が近づいてきてワインをもらった、それを飲んだら記憶が飛んで、次に起きた時には風呂場の中で氷に水に浸かっていた、救急隊に電話したら背中から管が出ていて、実は肝臓狩りに肝臓を取られてしまったっていう、全くの嘘の話です。でも鮮明に覚えてますよね。2つ目の話覚えてますか。単語ぐらい覚えてるかもしれません。包括的とか、何を話してたか私分かりましたか。これすごい面白くないですか。アイデアの力っていう本があるんですけど、これ私大好きなんですけども、この本の冒頭で紹介されている、内容です。それをそのままお話ししました。肝臓狩りの話とわけのわからない話、これ何が違うのか、ストーリーか説明かなんですよ。肝臓狩りの話はストーリー、2つ目の話は説明なんです。人間っていうのはストーリーで今まで育ってきてるんですよね。昔々あるところにおじいさんとおばあさんがいました。おじいさんは山へしばかり、おばあさんは川へ洗濯に。おばあさんが洗濯していると大きな桃が流れてきて、
鮮明に覚えてますよね、桃太郎って。それはなぜか、ストーリーだからなんですよ。ストーリーってワクワクするんですよ。で、今私が話した肝臓の話、それっていうのは聞いてて絶対ワクワクしたと思うんですよ。もっと聞きたいって、次が知りたいって思ったと思うんですけど、2つ目の10秒に満たない話、これこれが1分も2分も続いたらあなた絶対動画消してます。10秒だから我慢できたんです。で、これがですね、商品説明するなっていうことなんですけど、ブログで商品やサービスを販売しようっていう方はですね、なぜかみんなこれするんですよ。ちょっと一つ例を挙げたいと思うんですが、これは本当の話です。これは本当の話ですけど、私ちょっと冬になるとですね、冷え性気味で、パソコン打ってそのストーブで温めて、パソコンやって温めてっていうことをしないといけないぐらい、ちょっと手がですねものすごい冷えるんですよ。で、そんな私が冷え性をなんとか改善したい、インターネットで検索しました。2つのブログが表示されました。このブログは2つとも同じお茶を売ってます。冷え性が改善できる、冷え性を改善するお茶、全く同じお茶を売ってました。で、こちらのブログでは商品説明をしていました。このお茶には何々が何グラム入っていて、何々という成分が含まれていて、中国の、どこどこという地域でしか取れない特別な葉っぱを使っています。料金1000円です。お申し込みはこちらから。こういったブログばっかなんですよ。商品何か売ろうとしてブログを書いている方っていうのは。でも私はこのブログを仮に読んだとしても、この商品のことを思い出すことはできません。先ほどの話と一緒なんです。じゃあこちらのブログで店長さんが、実は私も冷え性で昔は悩んでいたんです。パソコン毎朝触る手は本当にキンキンに冷たくて、仕事どころじゃなかったんです。インターネットで調べました。いろんな本も買いました。それでも冷え性改善されません。そんな時に私はこのお茶に出会ったんです。このお茶に出会って1週間2週間飲み続けていると、なんと冷え性がどんどん改善され、パソコンを楽にスムーズに打てるようになったんですって書かれてたとしますよ。どっちで買いますか？私なら絶対こっちで買います。記憶に焼き付きますし、読んでてつまらなくないですし、最終的にどうなるか、この何々成分が何グラム配合されてるとか、そんなこと関係ないんですよ。私はそんなこと言われてもわからないですし、そんなことよりもパソコンをスムーズに打てるようになった、こういった経験があったけど最終的にこうなったストーリー、これが語られてればこっちにしか共感できなくないですか。こっち意味ないんですよ。見ても商品説明っていうのは絶対覚えれません。お客さんの記憶に焼き付きません。で、先ほどの肝臓取りの話、あれをですね、1週間後、10日後、1ヶ月後、あなたはおそらく忘れてないと思います。それぐらいストーリーって強烈です。記憶に焼き付きますので、ぜひですね、ブログで何か商品やサービスを販売されるんであれば、ストーリーを語ってください。商品説明しないでください。するなら、ストーリーの最後でいいんですよ。最後に商品説明してください。でもこのストーリーっていうのは嘘をついちゃダメですよ。この人そんな体験しないのに嘘を書いちゃダメですが、本当のことであればですね、ストーリーを語ってくださいというお話です。どうもありがとうございます。